ミネラルね、ミネラル、ミネラルね、言いにくいっすね、ミネラル言えるんな、ミネラル、はい、ミネラルを、ミネラルを取って、ミネリュウジか、ミネ、はい、皆さんおはようございます。8月24日、月曜日の朝でございます。はい、今日からまた新しい週間始まってね、子供たちもね、学校が始まりましたけど、やっとね、はい、なんかね、若干今日朝涼しかった気がしますね、心なしか。はい、まあ車はね、トラックの方は相変わらずエアコンかけておりますけど、今日からね、うちの会社が普段使っているガソリンスタンドが工事で、使えないということで、近くのね、セルフの今度ガソリンスタンドで継ぐことになりましたね、今日から。はい、なんで、軽油をね、まあ普段自分セルフで継いでるんで、軽油とね、廃屋を間違えないようにね、ちょっと継ぎたいですね。はい、あと3メモリは残ってるんですけどね、まあ今日朝一しっかりとね、給油をしていきたいと思いますね。はい、どれぐらい入るかな、これ。この2トンのね、デュトロのタンクは80リッターぐらいあるんですかね。80ないかな、70ぐらいですかね。はい、ちょっとどれぐらい入るか、3メモリ残ってるんで、45ぐらい入りますかね。40ぐらいかな。はい、満タンしたいと思います。ここのね、ガソリンスタンドはいつも洗車がね、安いんですよね、洗車が。なんでね、めっちゃ並んでますね。結構平日でもね、並んでることが多いですね、洗車がね。オフに飛びましょうかね。オフから順に飛べていきましょう。あれ、メンバーエネオスカード、エネオスカード出んかな。あ、これレシートか、あ、カードこっちかね。お約束みたいなことしてますけど、素で間違えました。あれ、カードが違います。嘘。何カードになるんだ。よっ。現金。クレジットメンバー。これか。え？お、行った行った。はい、軽油満タン、軽油ね、軽油緑で継ぎますよ。果たして満タン入ったかどうか。よっ。おー、満タンになりましたね。はい、バッチリです。では、出発します。はい、燃料満タンになりましてね。土曜日の積み置きの荷物を今、下ろしてきました。はい。で、今、朝一はね、朝北区の川内のね、会社の方に、手積みにね、向かっております。はい。今、ここは、浅大橋の上ですね。はい。ね、普段は軽油ね、トラックは、普通のガソリンスタンドでね、継いでもらってますんで、セルフでね、継ぐことがないんで、たまに継ぐときはね、ちょっと気をつけないといけないですよね。レギュラーとか廃屋をね、間違えて入れないように。僕は昔免許取り立ての頃にね、一回やらかしましてね、親戚のおじさんの軽自動車借り取った時に、レギュラーじゃなくてね、軽油を継いでしまいましたからね、普通に。はい、それでまあ
走ってたらね、もう数分でアクセルの吹けが悪くなってね、プスンプスンになって、で、まあ、ちょうどあの当時ね、坂田パーキング、西広島バイパスにね、坂田パーキングってありまして、そこのね、ガソリンスタンドにすぐ駆け込みまして、ね、見てもらったら、これ、お兄さん、軽油ついてますよって言われて、はっってね、その時に気づいたんですけど、で、まあもう、その場ではどうすることもできないんでね、ちょうどね、うちの親が整備士やってましたんで、すぐ夜ね、トラックで取りに来てもらって、で、直したんですけどね、まあ、結局ね、あれ、タンクを下ろして、一回中すっからかんにしてね、洗浄、きれいに洗浄してね、修理しないといけないということで、結構なね、お金がかかったと思います。はい。多分ね、それ親戚の、その車の持ち主のね、おじさんが出してくれたとね、記憶しておりますけど、はい。だからね、まあ、気をつけましょうね、ほんとね。うん、ついうっかりね、入れたらね、間違えて入れたら大事になりますからね。はい。ね、この川内の今から行く現場も、ね、ちょっとね、屋根濃いとこなんですよ。屋根濃い、大義、うん、しんどいとこなんですよね。手間かかるんです。コンテナを下ろして詰めるんですけど、廃材がね、ブロック塀の向こうにあるんですよね。だからそのブロック塀、高さどれぐらいかな、自分の胸ぐらいだから、まあ、150センチぐらいぐらいの高さのブロックをね、一回超えて廃材をね、積まないといけないんでね、ちょっと手間がかかります。はい、まあぼちぼちやっていこうと思います。はい、はい、今ね、張り切って現場の方入ってたんですけど、時間9時からでした。はい、8時半頃着きましたね。はい、9時からだったんですね。はい、まだ誰もいませんでした。はい、僕の早とちりでしたね。なんで今近くのセブンでね、また今日もこれ買ってきましたよ、黒酢。はい、ここのセブンイレブンにもねありましたね、黒酢ダイエット、今日で3日目かな。はい、あー、うまい、あー、うまい。あと今日は朝ごはん食べる時間がなかったんでね、簡単に買ってきましたね。昆布のおむすびとやみつきメープルパンですね。はい、これを食べてね、朝は頑張ろうと思います。はい、ゆーつい、やっぱり気温がね、上がってきますね。今8時45分ですけどね。はい、まあそう、まあ、学校も始まりましてね、気をつけるのは、まあ、運転気をつけるのは、まあ、当たり前なんですけど、あれですね、今日朝ニュースで見たんですけど、ね、ドライブレコーダーになんかたまたま映ってて、乗用車がこう来てて、バイクがね、ヘリから2人乗りのスクーターが出てきてね、バーンと跳ねられてね、事故してましたけど、幸いにもね、奇跡的に、軽傷で済んだみたいですけどね、バイクの運転手の方もね、同乗者の方も。やっぱりこう自分が走ってて反対側の車線がね、こう渋滞してますよね。反対側は渋滞していて、その間からやっぱり出てきますよね、ぴょっとね、こっち見ずにね、そういったことがあるんで、やっぱりああいう反対側がね、渋滞してるときはね、ちょっといつね、出てくるかわからないというね、気持ちで注意しながらね、走ることが大事かなと思いますね。はい、特に信号のない交差点なんかね、うん、大きい交差点よりやっぱり小さいね、十字路みたいなとこがね、危険だと思いますね。やっぱり注意力がね、やっぱり少なくなると思うんですよね、お互いにね。この運転してる方も、向こうからね、脇から出てくる方も注意力がね、低下すると思うんでね、ちっちゃい交差点になるほど、そういったところほどね、注意してね、走りたいですね。はい、よし、頑張ろう。ご飯食べてね、手積み頑張ってきます。はい、今9時、40分ですね。時刻9時40分です。手積みが終わりました。はいね、現場の方がね、工務店の方が2人手伝ってくれましたんでね、40分弱で終わりました。はい、でちょっとね、今から代金によってボルト買おうと思いますね。まだ結局テールランプのボルトを変えれてないんで、はい、ちゃんとしたものにね、ちょっと買いたいんでね、はい、今から代金に行きたいと思います。ホームセンターディック、はい、ディックに着きました。ビッグ、ビッグ、ザビッグ、それビッグじゃね。よし、
んなもんか。これ通してなかった。これも通してなかった。はい、こんな感じでね、ちょっと左右違いますけどね、一応ワッシャーかましてね、修理完了しましたんでね、はい、裏がこんな感じですね。はい、アドバイスくださったね、視聴者の方ありがとうございました。ヒュートがどっこい。はい、治りましたね。テールランプも無事治りましてね。はい、今2現場目に向かっております。2現場目は雪町の方に行きますね。サイキックかな、サイキック、サイキック雪町の方にね、削りに行きます。はい、今時刻が10時40分ですね。一応午前中でね、積んで出てくれっていう現場なんで、はい、もうね、時間調整なく急いで行きたいと思います。はい、まあ急いでっつってもね、安全運転でね、左側走っていきますけどね。はい、そう、安全に急ぐんですよね、安全に急ぐ。はい、よし。はい、毎度おなじみ小島ビッグカメラ富士グラムですね。まあ、僕はあんまりよそのね、県の高速道路を走ったことがないんでわからないんですけど、広島県の高速道路ってね、比較的山陽道とか比較的ね、走りやすいと思いますね。はい、このようにね、交通量もそんなに日中とかね、平日の日中とか多くないですしね、のんびり走れますよね。うん、ジャンクションもね、そんなに多くないですしね。はい、まあよく事故があるといえば、あの広島と広島から広島東しわの間ですかね、あの間がね、どうしてもやっぱり交通量が若干ね、広島の中でも多い区間だと思うんでね。はい、で通勤時間帯の朝とかよく事故が起きますね。はい、あっこはあの結構ね、岡山方面に向いては、上り坂、山口方面に向かっては下り坂になってるんでね、結構そこら辺でスピードの調整がね、ちょっと知らん間におかしくなって、事故とかね、起きやすいんかなとか思いますね。はいね、あとまあ三原杭、あの辺りがね、結構な、坂道ですよね、広島の高速道路の中でもね。はい、はい、今ね、安佐南区沼田町のね、友ですね、友じゃない、吉山ですね、はい、沼田町吉山を今走っておりますね。この山を越えたらね、雪町、佐伯区の雪町にね、着きますね。はい、で今から行く現場はですね、足場材、足場屋さんのね、足場材のリース屋さんで、であのもう使わなくなったね、あの防音ネットとかありますよね。あの工事現場とかによくあの足場の外にね、ぐるーっと貼られてるあのグレーのネットですね。あれをもう使わなくなった分をね、綺麗に畳んであって、それをね、手積みしに行きますね。はい、まあ、リフトにね、パレットにこすんであるやつを、リフトでハブのコンテナの近くまで持ってきてもらって、それをまたね、1枚ずつ綺麗にね、積み直していくという作業ですね。はい、非常に気の遠くなるね、作業ですね。うん、はい、まあ、ここなんか左側なんかオーシス吉山だったかな、なんかね、おしゃれなカフェみたいな、レストランみたいなのがありましたけどね。はい、こういうね、ちょっと田舎っつってあれですけど、ね、田舎にね、ポット隠れ家的なね、ああいったレストランとかカフェがね、ありますよね、おしゃれなのがね。
い、サイキックの由岐町に着きましたね。由岐町のつづら原っていうところですね。はい、ちょっと言いにくいですけどね、つづら原。はい、よし。まあね、まだまだ今日も暑いんでね、しっかり皆さん水分とってね、水分とあと塩分ね、塩と、まあね、博多の塩でも何でもいいんで、しっかり、塩分も取られてね、あとミネラルね、ミネラルね、言いにくいですね、ミネラル言えるな、ミネラル、はい、ミネラルを取って、ミネリュウジか、ミネラルを取ってね、はい、しっかり、暑さね、乗り切っていきましょうね。はい、さあこの辺を曲がるともう現場に着きますんでね。はい、まだまだね、この後も、お仕事されてる方ね、頑張ってくださいね。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。